皆さんおはようございます。本日はエンリンピックおいでませ山口2015ぶち元気山口年齢フェスタにご来場いただきまして誠にありがとうございます。改めまして本日のふれあいステージ司会を務めます竹島智恵です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあお待たせいたしました。ふれあいステージの記念すべきオープニングを飾っていただきます最初の出演者をご紹介させていただきます。音一座中村社中薫童子の皆さんです。2003年に山口県宇部市を拠点として薫童子が誕生。1年余りの間楽曲制作練習を重ね2004年3月宇部市でデビューをされ、2005年には個性堂々という新しいステージ展開を行われ、その後2006年には単独コンサート、国立京都国際会議場での公演を果たされ現在に至ります。毎年元旦に宇部市白津市海水浴場では早朝初日の出ライブを敢行し、東日本復興事業の一環として萩市三島で福島県在住の小学生を対象とした和太鼓のワークショップを開催し、萩市の松陰神社で奉納演奏もされています。音一座中村社中薫童子メンバー12名、古典から現代まで幅広い演奏形態を取り入れた演奏は高い評価を受けています。子供から大人まで幅広い年齢が集まる音一座中村社中薫童子、さあ今日はどんな演奏を聴かせてくださるのか楽しみです。それでは音一座中村社中薫童子の皆さんです。よろしくお願いします。